韓国の6人組アイドルグループ IVE は先日19日に11の日本語バージョンで日本デビューを果たし、 YouTube では日本オリジナルミュージックビデオが公開されていました。またこの日本デビューを記念して渋谷では IVE 初のポップアップストアが16日から開催され、この日本デビューに多くの反響が寄せられているんですが、しかしその実態に一部のファンから批判が寄せられている状況だといいます。2021年12月に韓国でデビューし、今年の9月に日本デビューという驚異のスピードで日本に進出している IVE なんですが、今回公開された日本語版の11のミュージックビデオのクオリティがオリジナルミュージックビデオと比べてあまりに単調すぎると批判を受けました。11のミュージックビデオを日本語版とオリジナル版で比べてみると、日本語版では IVE の独特な雰囲気があまり見られなかったといいます。さらに同時期にデビューしたグループでケプラーというグループがいますが、彼女たちは日本デビューに向けてオリジナル曲をリリースしたんですが、 IVE はオリジナル曲ではなくデビュー曲11の日本語版ということで、やはり日本デビューに対しての低予算感を感じてしまうという声がありました。また現在開催されているポップアップストアについても、展示は個別パネルと全体パネルのみで、外壁のポスター、内装、特典すべての写真が使い回して、さらにはポップアップストアでメインとなるグッズさえも種類が微妙で不満が続出しているといい、この残念すぎるポップアップポップストアの現状に呆れたのか、ポップアップストアは定員32名の時間帯の予約制で、予約状況を見てみると全て満員だったといいますが、実際には32名には全く及ばない数名しか来場せず、予約制のはずが予約なしで入れる状況だったといいます。IVE に並ぶ新人アイドルと言われるニュージーンズも最近韓国でポップアップを開催しましたが、設備やグッズの充足度に会場は連日超満員だったといいます。日本デビューに関してグッズ制作などは韓国とは違う日本の会社が請け負っており、本国のような出来上がりを求めるのも難しいということも事実なんですが、それでもこのはっきりとしたクオリティの差を見て、 IVE の日本デビューへの力の入れてなさを実感し、日本ファンから批判の声が出ている状況だといいます。また現在韓国内ではこの日本のポップアップストアがガラガラだったということで、 IVE の人気は嘘であったと解釈されているといいます。皆さんはどう思いますか？